ああ、もうそう、場所が分かんないと嫌だ。来たくはないけど、置いてかれるのもなっていう。ママみたいな生活 してるやつなんで、もう、めんどくせえなっていう。ひどい言い方するね。あ、別にコバちゃんのことはあれよ。そんな悪い性格だともう言ってないのに、パパはひどいっていうことによって、コバちゃんの性格が悪いみたいになった。ママは、うちの、鬼仏寺無惨様だから言い訳することさえ許されない。上限の2が調子に乗っているまま。どう思う？いや、これじゃ上限の3ってこと？上限の3よ。いや、3はさ、3か。そう。上限の3ってどんなやつだったっけ？手で戦うやつ。手？パンチとか。あれ、煉獄さんがつけたやつ。ごまっぽい。ごまっぽい。おばちゃん、上限の3だって。おばちゃん、上限の3。ママは無惨様。ああ、ママは無惨様。おばちゃん、鬼になるの？鬼。鬼？上限の3。上限の3だって。おばちゃん、上限の3。でも、もう上限になったらみんな言うこと聞かないじゃん。無惨様の言うことしか聞かないじゃん。油断していたらいけねえ。ママは言うこと聞かないと一瞬でやられるから。ちょっと抹消されるこの家から。私、鬼仏寺無惨、ムフフフって言ってたからさ、何を言ってんだよ、この人はって。いいんだよ。さすがのごまも、はぁって感じだろうね。ママはやばいやつと思ってると思うけど、ごまも。かわいいこちゃん、かわいいこちゃん。はい、ごまちゃん。声で半分まで来たね。よっこいしょ。ほい。完成。